はいどうもゆうきです。静止音ナズルパワープロくんポケット10実況プレイ続きやっていきましょう。いすずちゃんを落としたいですね。さあいすずに会いに来、おっとっと、別に君に会いに来たわけじゃないんだよ。ひがきくんすいませんね、突然呼び出して。念のためですが再検査をした方がいいと思いまして。いやいすずいない時にやれよ。別に構わないですけど、もうすっかり大丈夫ですよ。油断してはダメ。天月さんの言う通りですよ。頭部への衝撃は脳へ悪影響を及ぼすことがありますからね。ああバカになっちゃったのかな、脳に。これ以上に頭が悪くなるのは困る。そうそう、後で天月さんの方も念のために検査をさせてください。最近いろいろな病気が流行ってますし。いや目がね光らせんな、お前怪しいんだよ。私は必要ありません。特に健康に不安はないですし。みすずも油断したらダメだろ。せっかくだし受けといたら。わかった、ゆうきがそう言うのなら。そしてふむ、やはりゆうきの方は全く反応ありませんか。ですが天月さんの方には明らかに反応が見られます。超能力、筋力や運動性の数値は全て標準の域を出ませんが、何らかの効果を及ぼしているのは間違いありません。ただ発症する確率は低いものでしたし、1年に投与してからこれまでの検査では反応はなかったのですがね。今になって発症した理由を含めて詳しく調べていく必要がありますね。おっとっとっと、でこれ好感度足りんのかな、いけるか。あでもバレンタインイベントで上がるのかな。今日は世間的にはバレンタインデーなんですね。ああそれであいつらが張り切ってるのか。いいか、お菓子メーカーの陰謀を我らの手で完全に叩き潰すのだ。無用な儀礼行為は断固粉砕。はい。シアン、あなた宛にチョコが。なんだと、あれは女同士の受け渡しもありのか。やるなお菓子メーカー。今まで俺には縁のないイベントだったが、今年の俺は違うぞ。変な顔してどうした。おい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 、かっこいい顔って言ってくれ。おいすず、いや、なんでもないよ。それより、今急いでるから。あれ？練習であれから会えなかったな。取り締まりも行われてるし、仕方ないか。いつもの弁当食べて寝よう。もらえなかった。よめ。あれ、いすず。よかった、来てくれて。はい、今日の弁当。ありがとう。今日はいすずが作ってくれたんだ。おう、そしてまさかこの包みは？うん、チョコレート。弁当の一部として、栄養価も計算されているから、取り締まられない。頭いいな。やった、大切に食べるよ。いや、頭いいな、素直に。なんだか歯が痛いな、甘いものを食べたからかな。いや、不幸だな、ただの。じゃあ、エッチゴー。おい、エチゴ、なんだ、ユキ。なんかよか？今日は残って自主練をしないのか？いや、ここ最近は練習終わった後に全然やってないよな。やれやれだぜ。どうしてそんなことをしないといけないんだ。おい。だって上手くなるために頑張るって言ってたじゃないか。別に残って練習しなくてもいいだろ。普段からお前らと一緒に練習してるし、勝ちたいとも思ってるぜ。別にそれでいいじゃないか。なんでだよ。それじゃ普通の奴らと変わりないじゃないか。俺は普通の人間なんだぜ。だったら別に他の奴らと一緒でいいんじゃねえのか？エチゴ、なんだよ。おお、青春。殴った。何すんだよ、ユキ。もうお前は野球バカなんかじゃない。やれやれだぜ。何を言ってるんだ。本当の野球バカは、誰よりも野球が好きで、誰よりも野球がしたいと思っているから野球バカなんだよ。あー、ちょっと刺されるところがあるんだろうね。今のお前はただのバカだ。飛べない豚みたい。飛べない豚はただの豚だみたい。お前に何がわかるんだよ。わからないね。エチゴのように、野球センスがある人間のことなんか、俺にはわからないさ。ただ俺は野球が好きなだけだからな、ユウキ。じゃあな、エチゴ。言いたいことはそれだけだ。何なんだよ。くそ。何やってんだよ、俺。あー、すげえ青春。マジエチゴ好きなんだけど。絶対この気持ちわかるパワポケユーザー多いと思うんだ。エチゴ超いいよね。じゃあカンドリー行きます。おい、来た。物質を片付けとけって言っただろ。なんでできてないんだよ。すいません、おい、そういうのしたくないですなんだ。何言ってんだよ。やるって言ったらやるんだよ。カンドリーやめろって。来たもな。何言ってんだよ。こういうやつにはガツンと教え込まないといけないんだよ。おい、来た。僕は中学の時に空手習ってて、全国大会まで行ってたんだよ。へえ、空手ですか。俺も空手かじってたんすよ。いや、久しぶりだな。どうなっても知らないよ。いいっすよ、どっからでも打ち込んでください。カンドリやめろよ。引きたも分かったから練習続けてこい。ち、助かったの。お前先輩、毎日辛くないっすか。こら待てよ。おい、カンドリ、ゆうきくん止めるなよ。ああいうやつはガツンと。野球部で事件を起こす気か。いい加減にしろ。もう分かってるんでしょうね、引きたには。あ、こいつは坊主なんだなって。まあお前は坊主だけどなっていう。ちょっと待った。あのさ、タイミングが、エチゴくん悪くないかな。さっきさ、主人公と一緒にあのバギってやって、何やってんだよ俺っていう青春イベントを起こした直後にこの表情、なんかもう空気ぶち壊したぜお前。ああ、疲れたよな。何言ってるじゃんすか。こんなものぐらいで死んだりとか言ってる場合じゃないじゃんす。そうだけど。
二田くんは疲れてないのかい？もちろんしんどいでやんす。だろ？ちちちでやんす。人生にはもっともっとしんどいことが起こるじゃん。めっちゃいいこと言ってんじゃん。これくらいでへこたれていたんじゃダメでやんす。なんか悪いものでも食った？失礼でやんすね。俺はいつも真面目でやんす。そうか、悪かった。じゃあ愚痴らずに頑張れよ。その調子でやんす。その頑張りついでにおいらの分も練習の後片付けを頼むでやん。もう人の感動を返せ。後片付けは疲れるでやんす。なんだよそれ。うまい。俺感動してたのに割と。いすずちょっといい？もちろんだ。今度の休みなんだけど一緒に会いましょう。今日はいすずに言われて食堂に来たけど、もしかしてまた手料理を作ってくれるのかな。いいね、嫁だね。地上部側にいるってことはやっぱり多分勇気の考えている通りだ。前はあり合わせだったけど、今日は勇気のために。いやー、こんなん弾道上がっちゃうよ。いいね、うまい。まだまだあるからどんどん食べてほしい。もう嫁。もうお腹が痛くて眠れない。調子に乗って食べ過ぎた。もう俺、普段の俺。俺もしょっちゅうお腹壊すからね。普段の俺です。じゃあ、エチゴいる。今日の練習はきつかったな。さっさと寮に戻ってゆっくりと。あれ？ブン、ブン。あ、この音が、まさか。544。前より回数断然上がってる。545。546。おい、エチゴ、ユキか。どうしたんだ？547。あれだけきつい練習した後のに、まだ自主練してるのか？ 548。ああ、俺は野球が大好きだからな。あいい、もうほんと好きなんだけど。自分でこれしかないって勘違いするぐらいに。549。そんな大好きな野球をこれからもずっとやるために頑張るしかないだろ。550。越後、お前、本当に野球バカだな。はは、そういう勇気もな。じゃ、バカはバカ同士、俺も練習に付き合おうかな。ああ、やれやれだぜ。1。ああ、いい。エチゴが真の野球ばかり。いい。すげえ好き、このイベント。俺、仲間イベントで一番好きなのこれかもしんない、本当に。野球魂しやがった、超助かる。いや、ほんと好き。じゃあ、あとはカンドリのパワーアップも狙いつつ、いつちょっといい？もちろんだ。今度の休みなんだけど、じゃあ一緒に会わないで、ここも好感度上げておきましょう。伊豆って今まで親しい友達っていなかったの？今もあんまり他の人と話してるの見ないけど。別に避けてるつもりはないが、自分から話すのは苦手なんだ。ああ、でも小さい頃はちゃんと親友と呼べる女の子がいたぞ。本当かお前。本当かお前。本当だ。近所に住んでいた子で、ルリちゃん、すずちゃん。なんか、ルリちゃん、だいぶ珍しい名前ですけど、もしかしてその子は島流しにあったりとかしてませんよね。そういえばルリちゃんも勇気のように私のことを放っとけないっていつも言ってたな。その子も俺と似たような気持ちだったのかな。やっぱりその子から話しかけて仲良くなったんだろうな。ルリちゃんが何も言わず突然引っ越した時は落ち込んだものだ。あの頃は家の事情とかよくわからなかったから、そんなことがあったんだ。心配しなくても、今はルリちゃんも新しい場所で元気にやってる。それに今の私には勇気がいるから。いや、それいいんだけどさ、ルリちゃん新しい場所ってそれ島だったりしないよね？早く助けに来てって手紙来てたりしないよね？うんうん、大丈夫だよね。そこは信じていいんだよね。その素敵な笑顔ね、いすずちゃん大丈夫だよね。ちょっと清掃作業して魂あげておきます。大丈夫だよね。ねね、さすがに悲劇は回避したいよね。もう一回清掃作業しておきます。野球魂も必要になってくるね、こっから。さあ次で3年。あ、カンドリーいる。カンドリー行こう。そういや、カンドリーのグラブってすごく使い込まれてるよな。穴も開いてるし。このグラブかい？これは由緒あるものなのさ。じゃあ普通のグラブじゃないのか？なんでも伝説のアメリカの野球選手が使い込んでいたものをうちのおじいちゃんが手に入れてそれをもらったんだ。いや、中古じゃなくて新しいのかいよ、そこは。そんなすごいグラブなのか？お、ここのところにカズキ。アメリカの選手でカズキですか？ちょっとなんか変なんじゃないですかね。ねえ、ちょっとおかしいですよね。これが伝説のプレイヤーの名前か。 それはあれ、待てよ、これひらがなじゃないか。どうしてアメリカの選手が？それは兄の名前なんだよ。兄も野球やっていたからね。残念ながら夢半ばで諦めたけど、だけど僕はその兄の夢を叶えるために野球を始めたんだよ。そうなんだ。あれ、でもお兄さんって以前カンドリーに弁護士になれって言ってなかったか？野球に反対してるんじゃなかったの？いや、それはそのおっとっとと、もう一人の兄なんだ。おっとっとっとと、嘘がなんか目いっぱいになってきてんぞ。ああ、そういうことか。お兄さんが二人いるんだな。そんなことより早く練習しようぜ。ごまかし入ったぞこいつ。イフ大変です。生が負けたのか？
どうしてわかったんやす？まあ4回目だからな。時間も正の試合の終わる頃だし、それで天童が打たれたのか。エラーと送りバントの後、ゲッツー崩れの1点のみでやんす。ノーヒットで負けたでやんす。そうか、なんか天童のやつ悲劇のヒーロー扱いでやんすよ。4回も甲子園に出場して。ミナ君、ちょっと走ってくれ。試合のビデオは後で見るから。ユウキ君ももう少し精神的に余裕があるといいんですけどね。いや、余裕ぶっこいてたらダメなんだよ。あれ、今年はクラス替えなしか。居心地がいいからこのクラスでいいでやんす。そしてよく来た新入部員たち。この中に気楽で楽しい高校生活、これ3回目だぜ。あの監督の話に怯えたのも今となってはいい思い出でやんす。そういえばガンバーズの黄金期を作ったとかいう優秀なやつが今年来てるんだよな。確か名前はマウス。マウスくん、もうダッシュ以来だね。え、あれか、なんだかちっちゃくて弱そうだな。いや、足クソ速いしピッチャーできるからね、有能だよ。いや、マウスくん。あ、どうもキャプテン、君足が速いね。ガンバーズってチームにいたんだって。ガンバーズの話はそのしないでください。え、試合だって先輩たちばかり活躍してた。いや、お前活躍してたから。結局友達あまり増えなかったし、あ、それは缶蹴りのミニゲームでいじめられてたからね。何も言わないでどこか行っちゃうし、それキャプテン水木と一緒に黙って行っちゃったからね。もう一言言っとけばここ違ったのによ、キャプテン。なのにどこ行ってもガンバーズガンバーズ。僕そんなに野球上手くないし、そんなに好きでもないのに。あ、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。そして監督、あれはどうなってるんです。あ、俺もちょっと驚いた。おい、いじめ説明しろ。髪の毛墨汁垂らしたみたいな色してんな。うわ、キャプテン。なんだよ、今のキャプテンはお前だろ。いや、その髪型はさすがにキモい。マウスについてはあいつの中学にて実際のプレイを見ました。間違いなく金の卵です。ただ性格的に問題が。ああ、そりゃすぐに分かった。だがそれには原因があるはずだ。実は野球部ではなく同好会で野球をやっていました。詳しい資料はここです。あ、これは参った。この資料キャプテンには見せられん。どうしてです。お前はあいつ自身から悩みを聞き出せ。あいつの事情を先に知っているとお前は信頼しなくなる。それにしてもこいつは引きたと違う意味で難者だな、ゆうき。なんとしてでもあいつの魂に火をつけろ。えい、頑張るっす。やるっすけど、カンドリのイベントも進めたいっす。ひ、命が危ないぜ。おお、かわいい。こら、待ちなさい。いや、かわいい。いや、かわいくない。おい、カンドリー、ちょっとキャッチボールの相手してくれよ。あ、いいよ。おい、なんだお前は。どうやってここに入った。ちょっとこっちに来い。痛いよ、話してよ。あ、あのガキティアンス。確かカンドリーの知り合いだよな。また侵入してきたのか。もう来るなって言ったのに。この子はどうします？とりあえず警察にでも連絡して引き渡すしかねえな。あの、待ってください。兄ちゃん。なんだ、お前の弟か？違うんですよ。カンドリの実家の召使いの方の子供だそうです。長えな。カンドリそうなのか？いや、その、兄ちゃん。あの、僕の弟なんです。僕の方からたっぷり叱っておきますんで。そうか。とにかく練習の邪魔な。お前に任せるからよそやってくれ。あ、でもセーフでしたね。見つけてよかったね。僕、兄ちゃんの野球してる姿見たかったんだよ。だから許してよ。そうか。どうなってるんだ？その子は本当の弟なのか？いや、その、僕、カンドリリュータって言います。笑しちゃった。いつも兄がお世話になってます。それより兄ちゃん、和樹兄ちゃんがやっと社員になれたんだよ。これで少しは生活が楽になるよ。そうなんだ、生活が楽になる。それとそのお兄さんは弁護士なんじゃなかったか？え、違うよ。あの、カンドリ君ちは、やべ、バレた。メイドさんもたくさんいる、お金持ちじゃないんやすか？そんなわけないじゃん。カンドリ、どういうことだよ。オイラたちに嘘ついてたでやんすか？あは、あ、ごめんごめん、全部嘘なんだ。うちは金持ちでもなんでもないんだよ。なんだって？じゃあ俺にくれたあの5万円のキャラメルも嘘だったのか？絶対絶命都市の絆創膏みたいな値段するわけねえだろ。待てよカンドリ、じゃあ俺たちを騙してからかってたのか？まあね、とりあえずみんなが簡単に騙されてて楽しかったよ。いや、そこは謝れよ。嘘だろ、おい。俺めちゃくちゃ感動してたのに。おい、行こうぜ。リフ、こんなのに騙された自分に腹が立ってやつ。とっとと練習に戻るでやつ。まったくだ。そこは謝んなきゃ。兄ちゃん、僕変なこと言った？いや、兄ちゃんがバカだっただけさ。それより、なんか体が軽くなった気がするよ。兄ちゃんな。和樹兄ちゃんより優太のために頑張るからな。で、プロ野球選手になってうんと楽させてやるからな。うん。じゃあ気をつけて帰るんだぞ。いや、そこは素直に謝るべきだったと思うよ。とりあえずマウスに俺の同室にしてもらうように頼む。マウスはマウスに頼んでないね。マウスは俺の同室にしてもらうように頼んだけど、大丈夫かな。あれ、今年もゆきくんと同室でやんすか？ほもー。あ、そうなのか。今年もよろしくお願いします。うわ、引きた。お前も同じ部屋なのか。そんなに嫌がらなくてもいいじゃないですか。俺も随分丸くなりましたから、少しぐらいは雑用やってもいいっすよ。いや、そうじゃなくて、こいつがマウスをいじめるとまずいな。僕この部屋ですか？あ、そうだよ。
大丈夫かな、僕こんなところで生活できるかすごく不安で。なんでこの学校に来た。ああそれなら、なーに、俺たち先輩がちゃんと面倒を見てやるから安心するんだな。そうなの、よろしくお願いします。おう。ホモ、いやホモップル2組の部屋、夜がギシギシするぜ。ちなみに俺は引きたな。なんだか妙なことになってきたぞ。いやホモかける2か。マウス君、なんでどうしてそんなに髪の毛が長いでやんすか。どうしてって、髪の毛が長いと練習の邪魔になるでやんすよ。別に長くたって問題はないのではないですか。髪の毛の長さと野球の上手い下手は関係ないと思うんですけど。まあ別にいいでやんすけど。嫌な言い方ですね。まああくまでも実践に任せるでやんす。この表情懐かしいな。亀田めっちゃしてたよなこの表情。なら僕はこのままで。暑いんでやんすよ甲子園は。そんな長ったらしい髪の毛は邪魔になるでやんすよ。甲子園本当に行けるんですか。行くに決まってるでやんす。あんたは生意気でやんすよ。まあまあ髪の毛のことはマウス君が決めたらいいことだよ。ところでマウス君、君は練習の時によくいなくなってるような気がするんだけど、どういうことなんだい。それは良くないっすね。あえて事情は聞かないけど、まあ君に任せるよ。ユキ君は甘すぎるでやんす。気長に付き合うさ。みな先輩に髪の毛のことで嫌味を言われたらしいな。あ先輩、あんな先輩、かわいそう。頭ごなしに後ろ殺しちゃって腹立つよな、ホモのくせに。でも先輩は髪の毛、ああだって髪の毛長いと野球するのに邪魔だからな。頭洗うのも楽しんだろ。俺合理主義者だから。似合わねえなそのセリフ。おお丸めた素直。かわいいなお前、ビーダマンみたいな顔してんな。マウス君髪を切ったんだな。ああ逃げなくていいからすぐ逃げるな。オスキャプテン。オスはいいよ、堅苦しいのはなしにしよう。でも他の人の目もあるんで礼儀はきちんとしないとダメです。まあそうだな。で何をしてるんだい。はい、ボールが傷んでいたんで直したところです。勝手にすいません。むしろ礼を言うのはこっちの方だよ。うん、お前器用だな。ボールは命が宿りますから。おお、これさ、ダッシュの時親父ボールに親父が宿ってたから、それを踏まえてのセリフじゃね。そう思うと結構ルリカとかも出てきたり、天ってダッシュにつながってますね。ダッシュが気になった方は僕の動画見てください。静止実況してるんで、ダッシュもよろしく。傷んでるとかわいそうです。え、ああまあ命がね。ええ、ボールは命です。あのキャプテン、練習サボっててすみません。これから頑張ります。やる気になったのか。はい。昔、これもダッシュの主人公のセリフです。友達が、自分から歩み寄らないと何事も始まらないって言ってたのを思い出したんです。それで勇気を出してもう一度野球を頑張ってみようって思いました。そうか、いい友達だな。よし、これから一緒に頑張ろう。はい。いやダッシュ主人公いいこと言うぜマジで。あカントリー行けんな。じゃあカントリー行きます。嘘つきが来たでやんす。なんだよ、文句があるなら言えばいいじゃないか。おいらまだ腹が立ってるでやんす。いやそこ一言謝ったらすぐ問題だぜ。こんなやつはほっといて、おいらと練習に行くでやんす。ああまあ土下座でもして謝れば許してやらないこともないでやんす。けおはようございます。おはよう。お前来るの遅いんだよ。すいませんね。それより先輩よかったじゃないですか。何がだよ。いやみんなに嘘がバレて随分軽くなったんじゃないですか。何言ってんだよ、そんなことないよ。まあ騙される方もバカですよね。お前嘘だって分かってたのかよ。喧嘩が強いかどうかなんて見りゃ分かりますよ。まあいつかみんな許してくれますって。ではお先です。あーでも引田の言ってることが今回は正直正しいかな。なあ二田くん、何を読んでいるんだ。模型出してやんす。あーちょっと待って、これこう、野球魂下がるパターンじゃね。おいら模型が大好きでやんす。うん、あ、ガンダーロボが乗ってるじゃないか。すごいな、これプロモだろ。上手に作ってるな。あれこれ俺の知ってるガンダーロボと違うぜ。あ、これはダイナミックガンダーロボでやんす。ダイナミック、そうでやんす。 OVA で展開されているものでやんす。あ、もうこれ話長いやつ。あ、そうだ、俺監督に呼ばれてるのもあり。そこで、まあ、話長いやつ。じゃあ俺行くわ。これからでやんすよ、面白くなってくのは。いや、俺呼ばれてるから行くわ。じゃあ帰ってきたら続き。もう待ち構えられてる。いやだ。いやちょっと魂あげとくわ。そしたら魂あげをしましょう。ここで魂を、あ、ちょっとね、魂をあげていく。で、もう一丁魂をあげていく。あ、これ足りるラインに入っているのでは。これだけあれば。じゃあ、いすずちゃん。いすずはいないか。そういえば今日は保健室で検査があるって言ってたっけ。最近重いけど、どこか悪いところがあるのかな。その時、検査結果には強い反応がある。やはり何らかの作用があるのは間違いない。先生、あれから頻繁に検査してますが、私の体に何か異常が。
まだ仮説の段階ですが、あなたには話しておくべきでしょう。あなたには強く念じた相手の行動を制御する能力が備わっている可能性があります。超強いじゃん。え？正確に言うと、ある人にある事情が起こりうる可能性を指向性を持って操作する能力と言えますか。僕分かりやすく頼む。簡単に言えば、俗に運がいいとか悪いとかいう状況を人為的に作り出すことができるのです。超強いじゃん。そういうお話でしたら興味ありませんので戻らせていただきます。ゆうきくんに起こった不幸があなたのせいだとしてもですか。いや、いらんこと言うんじゃねえよアホ。信じられないのも無理はない話です。私自身も分かりやすい症例を見なければこんなことは想像もできなかった。ただゆうきくんに起こった事象と幸せそうに関する論文や症例、あなたに作用している反応を見ると、そう結論付けるのが妥当と判断します。つまりあなたはゆうきくんに不幸が起こることを望んでいる。正確には野球に専念してほしくないと考えているのです。そんなことはありません。私は本当にゆうきに野球に専念してほしいと思っています。うん、確かにその言葉はあなたの偽らざる本心でしょう。ただあなたが気がつかない深層心理ではどうでしょうか。今そんなこと言ったらもう切りないからな。深層心理、ええ、恋愛感情というのは非常に厄介なものなのです。心の奥底ではあなたはゆうきくんに野球のことより自分のことを大事にしてほしいと望んでいるの。してるわ。そんなことはないと言い切れますか。もうこういうこと言ったら切りないからね。いいんだよ、好きにやれ。まあ今までの話は全て仮説ですから、理論を構築するにはまだ検証が必要です。天月さんにはもうしばらくご協力ください。もし幸せそうの作用なら制御することができるようになれば、ゆうきくんへ危害が及ぶことはなくなるでしょう。わかりました、お願いします。いやー、材料にされてんぞ。あ、田島、寮に帰らないのか。ああ、少し体を動かしてから帰る。え、あの練習の後にまだやるの。少しだけな。じゃあ俺は寮に戻るよ。いや、練習してけ、魂上げてけ。今日までご苦労様でした。ああ、では後のことはよろし頼むぞ。やれやれ、これでようやく金が伸ばせるぞ。いすず、大丈夫だからね。すまない、今は忙しい。心折れる。やめて、心折れちゃうから。マジでガラスのハートなの。ん、しまった。どうしたんですか、ゆうきくん、そんな大声で叫んで。次の時間の提出する宿題を今思い出した。やってないんですか。確か出されたのは1週間だいぶ前だな。おい、なんで言ってくれないんだよ。やってると思ってたでやんす。そんなわけないだろ。おいおい、自信ままに言うな。胸を張るとこじゃないでやんすよ。ニダくん、見せてくれよ。俺とニダくんの仲間じゃないか。気持ち悪いでやんす。おいらも頑張ったんでやんすよ。そう簡単に見せるわけにはいかないでやんす。くそ、どうすれば。おい、ゆき、なんで、チコ、お前宿題やってないのか。それお前をやっているのか。やれやれだぜ。それは、まさかお前が宿題をやっているだと。その通りだ。どうする。いや、エチゴに見せてくれって頼むのはダメだよ。お前には負けないぜ、エチゴ。この短時間でお前一人でどうにかなると。やってみないとわからないだろう。諦めたらそこで負けなんだ。やれやれだぜ。お前には感動したよ。頑張れよ。ああ。でも、やれやれの使い方が間違ってるからな。間違いねえ、それは。お前ら野球も大変だと思うが、しっかり宿題ぐらいしてこい。はい、させん。よろしくお願いします。やっぱり間に合わなかったか。あんな短時間じゃ無理だよな。今度からちゃんと宿題は。ってなんでお前も一緒に怒られてるんだ。まだまだだね。質問の答えになってないだろ、バカ。なんでいいんだよ。どうやら俺の答えに対して問題が全部間違っていたらしい。すげえ俺様。俺の答えが正しいのに問題の方が間違えていたと。俺もその話を聞いた時は驚いたぜ。つまり宿題の回答を全部間違えていたわけだな。お前本当にバカだろ。やれやれだぜ、お前がな。いやー、愛すべきバカですね。じゃあ体力回復しておくか。次飛び降りかな。おい、ゆき、どうしたんだ。いちご、すごい技思いついたぜ。見たいと思わないか。もう見たい。じゃあ見せてくれよ。仕方がないな、まだまだだぜ。その技がまだできてないと言いたいのか。どっちやね、それとも言ってみただけか。じゃあキャッチボールしようぜ。その前に言葉のキャッチボールをしようぜ。いちご、間違いね。若干主人公の方が頭いいんだね。ああ、もういいけどな。普通にキャッチボールするだけでいいのか。ああ、じゃあ行くから投げてくれ。わかった、行くぞ。とりあえよし、来たぜ。え、これは相手が投げたボールの力を利用して、その倍のスピードで相手に返すことができる技。今やめてくれ、体力減るから。ちょっと待って、倍って今の結構速い球を投げたんだけど、これの威力は108倍まである。いやだー、おりゃー、うお、死ぬー。やれやれたぜ。覚えてろよ、エチコ。かく、うわ、最悪や、このタイミングでこれやりやがった。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。次回、身投げするいすずちゃんが見れると思います。そのために体力回復したのに、あの野郎下げやがった、ふざけやがって、畜生。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあね。